どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のジェットです。というわけでね、ジェットと一緒にやっていきたいと思います。で今日はね、夕方ワンちゃんに、仕事から帰ってきた後から特にね、やっちゃいけないこと参戦というわけでね、それをね、説明していきたいと思うんですけど、まず最初に、大前提としての話をしていきますね。で、やっちゃいけないこと、まあ、前もね、朝やっちゃいけないことっていうことを挙げたと思うんですけども、ワンちゃんの問題行動の多くっていうのは、興奮によって引き起こされます。なので、興奮が大きければ大きいほど、問題行動も大きくなり、またね、運動が不足してくることによってそれが多く出るので、一番大事なことね、お話をすると、まあ、日中の運動を増やしていくっていうことは、問題行動を減らしていく一番の、やっぱり、なんだろう、いい形になっていく。なので昼間本当はね、できればたくさん運動をね、させてもらえるのが本当は一番いいんですけど、ジェットおいで、ね、なので、まあ昼間ね、本当はね、たくさん運動を取ってあげた方がワンちゃん落ち着くんですけども、まあ、そういうのがね、みんながみんなできるわけじゃなくて難しい方もいるので、特にね、じゃあどういう風に接していったらいいのかなっていうのもね、後半含めて話をできたらいいのかなと思います。まず最初、ワンちゃん帰ってきて一番最初にやっちゃいけないこと、その1ですね、ただいまとかおかえりとか、声かけると、おかえりはおかしいね、おかえりは自分の方で言ってもらう方になっちゃうからね、ただいますね、ただいまを言うこと、ただいまって言ってワンちゃんに言うことっていうのは、ワンちゃんってね、今のジェットも見てる通りですけど、普通にしてれば平気なんですけど、声かけるとやっぱり興奮してきますよね。なので、普通にしてれば落ち着いてるんですけど、ただいまって言っただけでこういうもの入るんですよ、ね、でこれは、嬉しいからっていう表現ではあるんですけど、もちろんね、それを続けていくとどうなるかっていうと、人が帰ってきた気配を感じるだけでね、興奮する。で車が入ってくるだけでめちゃめちゃ吠えるようになったりとか、ね、そういうのが出てきます。なので、ただいまって声かけるのは、ワンちゃんのね、変なっていうか癖になっちゃったりとか、行動をね、引き起こす要因になったりするので、やらない方がいいと思います。2つ目、帰ってきてワンちゃんすごい興奮して、もうお父さんお母さんお帰りって来た時に、そのままの流れですぐ遊ぶ。でこれをやると、もちろんね、帰ってきた時の吠えとかにもつながるようになってくるんですけど、一番が、甘噛みですね。甘噛みとかね、そういうことのね、助長になる、ね、こちら側で、なんだろう、誘発しちゃうってことですね。なので、本来はね、いつもだったら甘噛みしない落ち着いてるワンちゃんなはずなんですけども、興奮させた時の興奮時、これね、皆さんもね、思い当たる節あると思いますね。家で普通に生活してて全然噛むことないのに、うちの子って甘噛みするタイミングいつっていうと、必ずね、ちょっと開けて帰ってきた時とかに甘噛みが出ちゃう、嬉しすぎちゃうっていうことですね。その時に構うことを習慣にすると、そこからね、甘噛みが多く出てきます。で今度ね、それがそのうちやっぱり興奮するにつれて力任せになってくると、そのうちね、甘噛みじゃなくなってくるんですよ。まあ本人からすればね、傷つけるつもりはないですよ、甘えてるつもりでやってるから甘噛みなんですけども、人間の感じる度合いとしてはもう全然甘くないっていう感じになってくるんですよね。結構しっかり噛まれる、青なじみになったりとかね。なので、帰ってきてすぐに遊ぶと、常にね、遊び方が荒くなる可能性があります。それは、今回の、その帰ってきた時だけじゃなくって、普通の、お家にいる時に遊ぼうっていう時の遊びも徐々に荒くなっていく可能性がある。なので落ち着いている時に遊んであげるのが一番大事なので、帰ってきてワンちゃんがお帰りってなってるそのまんまのテンションで、遊ぶのはやめていただけたらいいのかなと思います。で、3つ目、やっぱこれも一番ね、あるのかなと思うんですけど、帰ってきた時にワンちゃん騒いでるから、まあ、おやつとかね、ご飯をあげて静かにさせようって思う方も中にはいらっしゃると思うんですよね。なので、もう帰ってきたらすぐご飯あげちゃう、帰ってきたらすぐおやつあげちゃうね、ジェット、はいね、ね、それをやっていくことによって、ワンちゃんたちはね、ご飯特にね、やっぱりあげる時に催促しますよっていう子いるじゃないですか。でそういう子たちの場合は、よりね、その催促が強く出ます。でそうすると、車をね、車庫に止めてる最中からもう吠えてる声が聞こえるとか、もうご飯あげるまで泣き止まないとかっていう形になってくるので、一番大事なことね、仕事で帰ってきたらいきなり相手しないっていうことを覚えてください、ね、でそこで落ち着いてからちゃんとやってあげると。で中には多分ね、こういう質問もあると思います。帰ってきたらもう出すまで暴れ回っちゃうとか、もうずっと吠えてる、飛び跳ねてるとかっていうの で言われた通り構わないようにしてるのに全然改善できません、どうしたらいいですか。もうね、それはね、
一番ね、運動が不足してエネルギーが体の中にたくさん有り余ってて、それが悪さしてます。でもちろんね、それは個体差がありますね。例えばね、うちのこのジェットじゃないですけど、ボーダーコリーだったりとか、あとはね、ジャックラッセルテリアだったりとかね、そう犬種的によくね、パワフル元気だよって言われてる犬種、もしくはね、1歳未満のパピー、若い子たち、まあ2歳でもね、3歳でも元気いっぱいの子たちがいるのでね、もう必ずしも若い子たちっていうわけではないんですけども、ただ若い子たちはそういう風になりやすいかな、ね、人間の子供と一緒、やっぱりなんかちょっと楽しいことあるとわーってすぐ気持ちが盛り上がる、ね、これが、ワンちゃんたちの問題行動の原因になってくるのかなと思いますね。前にね、朝の話もしたんですけども、一番がやっぱりね、興奮をしないようにしていくようにするのが一番いいので、じゃあどうしていったらいいかってお話ししていきますね。はい、ね、はい、ね、まずは一番最初、いっぱいね、本当は日中遊ぶ時間とかお散歩の時間をね、取れるようにしていく。ただ難しい方もいると思うので、朝のお散歩とかね、夕方のお散歩とかをね、長めにできると、ワンちゃんがね、自然にエネルギーが発散できて疲れてくると、かなりね、その辺の反応は違ってくるのかなと思いますね。これが、しっかり運動が取れてないと、どうしてもね、少しの刺激で暴れたり運動したりっていうことをしようとしちゃうので、家の中でね、特にね、ダッシュしてるとか常に走り回ってる、落ち着きがないっていう子たちは、トレーニングね、別に皆さんちゃんとしてないとか、しつけをちゃんとしてないっていうことじゃなくって、してもね、言って聞かせるのが非常に難しいんだと思いますね。どうしてもね、ワンちゃんたちも我慢してるから、もう自分たちがしたいようなことをするようなことをもう先に優先になっちゃうから、我慢がね、非常にしにくい状態っていうことですね。で、時々ね、コメントでももらうんですけど、お留守番させて帰ってきた後に、うんちを踏み荒らしちゃってますとかっていうパターンもあると思うんですよね。で、まずね、お家の時のお留守番の状態にもね、ちょっとよるんですけど、これね、お留守番をスムーズにさせるために、自分がこれまでやってきた中でいい方法っていうのがいくつかあって、で、これはね、必ずしも皆さんがそうしなさいっていうことじゃないし、今ね、お利口さんのワンちゃんで別に家で何も問題ありませんっていう方は何も変えなくていいと思いますね。ただ、家の中でもね、ある程度改善されなくてどうしたらいいのっていうこともたくさんあると思いますので、まずね、一つとしては、家の中でワンちゃん、サークルの中にいる時間が長い子、ジェット、はい、ね、やっぱりね、サークルの中で、うんちをおしっこして踏み荒らしちゃうっていうことが一番多いんだと思います。で、その踏み荒らしちゃう時って、まあ、興奮だから運動したらって話をするとまたぐるぐる回っちゃうんだけども、一番がね、そのサークルの狭さにもよりますね。個人的な自分の思いからすると、日本で売られているサークルが全部ダメとは言いません。ただね、小さいものが多い。最近はね、サイズ調整ができるものとかも出てきたんですけども、小さいものが多い。だから狭いところに入ってることによって、興奮した時に走り回ったりっていうことが起きやすいんですけども、まあ、狭ければね、狭いだけ、もともとね、ワンちゃんの、自由にできる空間が狭いのであまり動きませんよね。ワンちゃんの運動量って、自分もよくね、お散歩とか運動とかって話をしちゃうから、それをするとね、やっぱりね、どういう遊びがいいんですか。もちろん遊びも大事ですよ。ボールで遊んであげたりとか、何かをしてあげるってすごく大事なんだけども、それ以外にね、大事なことっていうのが、ワンちゃんの、フリースペース、自分で自由にこうやって動けますよっていうスペースが、どのぐらいあるか、これもね、実はね、非常にね、鍵になってきます。なんでかっていうと、ワンちゃんはね、もちろんね、狭くなれば狭くなるほど、行動範囲が狭ければ狭いほど動きませんね。皆さんもお家の中でワンちゃんフリーにしてる方ね、お家の中で結構いろいろ動くんだと思います。ただね、お外でつながれたワンちゃん想像してほしいんですけど、お外でつながれてるワンちゃんが、つながれてる範囲でうろうろ歩き回るってあんまりないですよね。もうどうしてもね、狭くなればなるほどワンちゃんたちって動かなくなってきます。なので、お家の中でのね、どうやったら運動を取れるようになってくるのって言った時に、子犬の時ってやっぱりフリースペースをね、少し取ってあげるのはいいんだけども、今度ね、家の中をじゃあ全くのフリーにしてどこでも行っていいよっていう形にすると、今度その辺でトイレの失敗がバンバン始まってくるって話になってくるんですよね。なので、ワンちゃんたちが十分に自由に動ける広さはあるんだけども、ちゃんと人間によって管理されている空間っていうところを区切って作ってってあげるっていうことが非常に大事になってくるのかなとね。これ最近ね、やっぱり自分もね、感じました。自由にした時にあんまりにもはしゃぎすぎちゃう子っていうのは、自由がなさすぎる子はね、自由を与えるとやっぱりはしゃぐようになっていくし、今度ね、逆に自由を与えすぎちゃうと、今度それはそれでね、自由じゃなくて自分勝手になってきちゃうので、その辺はね、飼い主さんが上手にね、コントロールしてあげる必要性があるのかなと思いました。
はい、というわけでね、皆さん夕方、帰ってきた後ワンちゃんとどう接してますか、ね、いたずらに興奮させたりしてませんか。で問題行動はねワンちゃんもねする気はなくても、嬉しい時遊ぼうって言われたらどうしてもね口使っちゃったりとかね強く噛んじゃったりっていうのが出てきたりとかね、吠えちゃダメな時でもねやっぱりどうしてもね嬉しいと声が出ちゃう子たちもね、犬種的にもそういうのってあったりするのかと思います。なので、皆さんもねワンちゃんたちと上手に、付き合ってみてはいかがでしょうか。分かってるね。